なるほど。スタジアムを興奮のるつぶへと叩き込むという試合展開でした。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。今日の解説はナナミヒロシさんでした。ナナミさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイエルンが2点差を跳ね返し、大逆転勝利で試合を終えました。